オスマン一世。オスマン一世は、オスマン帝国の初代皇帝。エルトゥルルの長男。署名は、オスマンベー。東ローマ側の記録によれば、オスマンの、元々の名前はアトーマン、もしくはとあり、後に、アラビア語由来のウスマンをトルコ語に変化させた、オスマンに変えたとされている。後に、息子のオルハンの治世中に、 アナトリアを旅行したイブンバトゥーダは、オスマン公国のことを、オスマン塾と呼んでいる。伝説によれば、若い頃、オスマンは、長老エデバリの娘、マルハトゥンに恋をしたが、貧しいオスマンは相手にされない可能性があった。そのため、オスマンは手柄をあげるために、キルメン塾上の上手で、ギリシャ人のケセミカルを捕らえたが、オスマンとミカルは、意気投合、友人となった。 ある時、オスマンは夢を見た。月が、長老の胸から上り、その月が、オスマンの胸へ沈んだ。すると、その月が沈んだ、オスマンの胸から、大きな樹木が生えて、天を覆い尽くし、その根は、チグリス、ユーフラテス、ナイル、ドナウのそれぞれの河川を形成した。そして、風が吹き出すと、剣の形をしたその樹木の葉が、 コンスタンティノープルの方角を指したという夢であった。オスマンは、エデバリにこの話をするとエデバリはこれはオスマンが、世界制覇をするという予言であると夢解きを行い、娘、マルハトゥンを、オスマンの妻としたという。オスマンの前半生に関する資料は、全くなく初期の人生とその出自は謎に包まれている。16世紀のオスマン帝国の鹿のケマルパシャザーで、 によると、おそらく13世紀半ばの1254年もしくは1255年に生まれたとされているが、オスマン存命中の生年月日の資料がないため、明らかになっていない。オスマンの父のエルトゥールルは、モンゴル帝国のアナトリア侵攻から逃れ、その後ルームセル獣区長に忠誠を誓い、東ローマ帝国との国境のソユットの支配権を認められたとあるが、これも、 オスマン帝国建国から100年以上後に言われ始めた、ため真相は不明である。1281年、父、エルトゥルルの死後、後を継いだオスマンは、トルクメン系遊牧民やムスリム農民で形成された、ガーズイを率いていた。父の第二小アジアに小国家の基盤は築かれていた。オスマンは、東ローマ帝国の手が及ばない、辺境地域を支配し、 略奪襲撃を行い、時には近隣の町の、あい、グループと手を結んだりしていた。これらの同盟などの結果、オスマンはカラジャヒサル城を中心に勢力を築き上げ、モンゴルの攻撃から逃れてきたトルコ系の戦士や宗教指導者、東ローマ帝国の援助が途絶えたキリスト教系の戦士らがオスマンの下へ集まった。 1290年代に入るとオスマンは、辺境の城八カ所とトルコ人らの町へスクシェヒルを占領した。ブルーサにあるオスマン一世の墓1299年、カラスーの過酷を占領した後、家にシェヒルを占領した。ここで首都となるべき町を手に入れたオスマンは、ルームセルジューク朝から独立を宣言して、オスマン帝国を築き上げたのである。 1302年、サカリア川が氾濫し東ローマ川の防衛ラインが一挙に崩れると、オスマン一世は、領土拡大のため東ローマ帝国に攻め入りバフェウスの戦いでこれを破り、帝国の基礎と時代の繁栄を築き上げた。バフェウスの戦いの場所は、諸説あり、マルマラ海沿岸という説と、泉との北側の二つの説がある。 さらにサカリア川流域にそいその勢力を拡大させて、北は、サカリア川、南は、南西は、マルマラ海を1308年までに閉店した。同年エーゲ海近くのエフェンスという町を攻略した。これ以降東ローマ帝国は、オスマンラの勢力拡大に、有効な対策を取れず、小アジアの防衛を放棄した。オスマンラが得た土地には、 東ローマ貴族から奪ったものもあれば、土地の売買や、政略結婚を通じて平和的に得た土地もあったという。1326年、ブルサへ進撃したオスマンは、ブルサ包囲戦の途中、もしくは、攻略直後に崩御し、後を、このオルハンが継いだ。武勇と決断力に富み、国民からの人望も扱った名君として高く評価、されている。ありがとうございます。